はい、こんにちは。今日はラピスの部屋で、僕が偶然見つけた大ヒット、これはアプリケーションですね。最高です。クローマーからいけますね。www.batonbus.com というところですね。それのご紹介をしますね。まずびっくりすることに、今キャプチャーしてますけど、まずこういうキーボードがあってですね、上ピアノとかいろいろ選べるんですけど、これでキーボードをクリックしてもらえばそのキーボードに変わります。はい、例えばこれだとピアノ、はい、これだとこれ、これですね、ゲームのページに変わって、ちょっと今バトンって言って、これ呼び込みが始まりますので、しばらく待ってもらいますね。しばらく待ってもらって、はい、だこういうのがあって、これが一番面白いんですよね。なされた中、僕が選んだ中でですね、ちょっとやってみますね。これを押します。キーボードを押します。そしたらこういう音ですね。わかりますかね。ちょっと OK です。で、ちょっと大きくします、画面で。これでいろいろ、ここでいろいろなことができますね。ハーフフル、ビートを入れて、伴奏入れます。ビート、こんなことができますね。で、ここでこれでストップですね。で、録音したときはセーブとかするとなんか できるみたいですね。ダウンロードとかできるみたいですよ。プレイとかまだ今日僕したばっかりでね、あまりにもいいもんで、はい、これとか。ここは使うとビジュアルとか変わりますね。これがボリュームですね。それでこれでストップかけて、これは何だろう。これは、これに音楽が簡単にできますね。これでいろいろできる。まあ今日は説明が悪いから、まあ一応ですね、キャッチャー画面だけでお知らせしてますけど、これは Google Chrome からもういけますんで、はい、ぜひ Chrome の中のストアから探してみてください。出てくると思います、根気よく。はい、今日第1弾で紹介だけで終わりますけどね、僕が見つけたキーボード、最高のキーボードですね。こんなので、これがあれば楽しくいろんなことができると思いますんで、お子様とかも喜ばれると思いますんで、キーボード始めたいなっていう方はこれはいいかもしれませんね。ちょっと英語版ですけどね、まあそれぞれ扱ってみると分かってくると思います。僕も今日説明するほど上手くないんでね、ちょっと、はい、こういう風に、はい、こういうとこで今日は終わりたいと思います。最高のやつですね、これ。最高のキーボード、いろんなのがありますんで、皆さんもクローマで探してみてください。今日は
ここまでです。まだ第2弾放送すると思いますんで、これの詳しい使い方また次回よろしくです。では終わります。